はい、どうもヒデです。こんにちは。今回はね、こちらのね、ジョイントトゥクロー尺腕をね、ボディチューンしていこうかなと思います。これね、2、3日悩んだんですよね。とてもね、美しい、このジョイントトゥクロー尺腕なんですけれども、値段もね、かなりサイズのせいで高価なものとなってますし、まあ一つ一つね、丁寧に塗装されたりとかしてると思うんで、いくらね、ハンドメイドじゃなくて、いくらね、樹脂製といっても、人の手がね、ここまで大きいとかかると思うんで、値段がね、それなりの値段になってしまうと思うんですけど、通常ね、まあこれぐらいのジャイアントベイトだったら、ハンドメイドだったら、まあ3万円、4万円、場合によっては5万円とか、まあすると思うんですけど、まあこちらはね、2万円ぐらいで買えちゃう。でね、こういったね、クリアカラーっていうのが、まあ作れるのが、まあ魅力な、わけですが、そのまあ魅力だなと思ったクリアカラーをね、まあ僕は選択したわけですが、まあこのクリアカラーがね、ボディチューンに生きるとも考えてたんで、まあそういった面もあって、まあクリアカラーをね、選んだっていうのもあるんですけど、まあ先ほど言ってたように値段が高いんで、まあこちらをね、チューンするのは勇気が、まあ僕の中ではいるんですよ。とてもね、勇気のいることで、ネットでまあ検索してみたんですけど、やっぱりネット内で尺腕をね、まあボディに手を加えているっていう方はね、全然いなくて、見つからなくて、多分ね、されてる方はいるかもしれないんですけど、ネット内では、まあ YouTube だったり、ブログだったりで、まあ見つけることができなかったんで、僕がね、その最初のメスを入れる人間になろうかなっていうところでね、今回はまあこちらを注意していくわけですが、まあこうやってね、クリアカラーのおかげで中が見えるんですけど、ここの部分っていうのが、まあ接合するところだと思うんですよ、ボディを。この部分、多分水は入ってもいいかなと思うんですけど、この部分がね、なくなったら、今回はね、ボディのね、こちらの前側を削ろうと思ってるんですけど、こちらのね、クラッシュみたいに削ろうと思ってるんですよね。ジョイントトゥクローっていうのは、こうやって上から見たら、この V に切って、そこの間に間隔を作って、このようにジョイントさせてるっていう作り方をされてるわけですが、それに対して、まあ、DRT さんのクラッシュ9っていうのは、ボディの側面から V にカットしてあるんで、まあ、上から見ると、このように、山と山になってると思うんですけど、X みたいな感じにね、なってると思うんですけど、こちらのね、おかげで可動域がとても広くて、90度まではいかないものの、まあ、限りなく90度に近いところまで、このように後ろのね、部分が、まあ、折れ曲がることができる。これによって、スローなね、動きに対応できる。一点で、まあ、移動距離を抑えて粘れたりとか、まあ、S が、まあ、ゆっくり巻いてもかけるっていうようなのが、まあ、こちらのね、まあ、クラッシュ9のメリット。僕はこちらのクラッシュ9が非常に気に入ってて、今までも僕が使うビッグベイトは、このマグナムベイトのクラッシュ9、もうオンリーでいいかなっていうところにね、たどり着いてて、まあ、これ以外もう使わなくなってた、まあ、状態なんですけど、まあ、その思い出のある大好きなね、9でまあ、60キャッチできたわけですが、まあ、これは、まあ、可動域がね、広いわけですが、まあ、簡単に、ちょっと説明すると、まあ、60キャッチ時のチューンを教えますみたいな動画も上げているんですけど、こうやってね、重りを、ショート、リーダーみたいな、ダウンショットみたいな仕上がりにしてるんですけど、まあ、リーダーの部分をリーダーではなく、まあ、スイベルで、まあ、重りが接触した時により重りの自由度が高い状態にセットしてるんですけど、60をキャッチするためにこのね、可動域が広いんだけど、頭を思いっきり下げてあげることによって頭をね、大きく振らせないようにして、後ろは動くんだけど頭を大きく振らせないから、ちょっとね、可動域が大きいままなんだけど S を書くのがちょっとちっちゃくなるかなっていう、まあ、風に僕は感じて、そういう風にして、まあ60は S の動きがでかすぎるとまあ反応しないかなっていう、僕のなりの研究結果というかまあそんな感じなんですけど、まああくまで僕の考えなんですけどね。でちょっとまあ頭を振りにくくして、
S をちょっと抑えたっていう感じなんですけど、ちょっとね頭下がるぐらいだったらむしろね S もっと書きやすいんだけど、これねまっすぐにね浮くようにしてるんで、水の抵抗をね受けにくい、まあリップがついてないですから受けにくいんですけど、まあここまでするとさすがにねちょっと受けるっていう感じですかね。水を流しにくいかなと。まっすぐよりは当然ちょっとこう下がってる方が下に潜ろうとするし、しっかり力も加わって S も大きく書きやすくなるかなと思うんですけど、よりねここまで行くと逆に S が小さくなるかなっていう、そこはね今回の動画とは関係あるようなないような感じなんで、まあお話ししましたけど、まあそれは置いといて、こちらのジョインテッドクローを、尺腕を、まあこちらをね9の方に近づけたいということで今回チューンしていくんですが、まあ見た感じ、まあ先ほどの話に戻りまして、ここの部分に届いたら、まあ端っこがね見えますかね、まあここなんで、多分ここにかかってしまうと強度がね明らかに多分下がると思うんで、ほんのちょっとしか削れないですけど、まあほんのちょっとが、まあこの可動域を、ほんのちょっと削るだけでもこの可動域はかなり大きくなると思うんで、そのちょっとを削っていこうかなと思っております。まあ普通のねジョイクロ、まあ178とかマグダムとかだったら、まあやってる人がまあ多いですよね。吉田劇さんとかがそういうチューンしてたりしますけど、まあそれもなんか吉田劇さんの動画見てたら、クラッシュ9、タイニークラッシュとか、まあ使ってみてちょっとヒントにして、まあ普通のジョイクロ使い分けるためにチューンして作ったみたいな感じのことをねお話しされてたんですけど、それはねもうこの、まあ、上から見た時にもう真横まで、まあ、削り取ってるんですけど、通常のジョイクロとかだったらまあそれでいいんでしょうけど、尺腕の場合はまあこの見えてる構造上そこまでやらない方がいいんじゃないのかなと。まあ大きいですし、まあ重さが 260g あったりするんで、まあ着水した時の衝撃も激しいし、まあぶつけた時もねやっぱり壊れてほしくないから、壊れにくいように加工していかないといけないかなと思うんで、この部分空洞になってるんですけども、これをまっすぐ落として穴埋めすれば良いのかもしれないけど、まあそれはねこのかっこいい尺腕の見た目もねだいぶ悪くなってしまうし、まあ強度がねものすごく低下する気がするんで、ほんのわずかですけど、まあ3ミリ4ミリ5ミリぐらいの範囲でまあ削っていこうかなと。基本的にね、まあ接触する部分が一番ねこの R のきつい部分なんで、まっすぐ落とすとかっこ悪いんで、まっすぐは落とせないけど、この部分を結構ね攻めれそうな気はするんだけど、この部分に近いぐらい真ん中をね削り取って、美しさも損なわない程度に削ろうかなと。たったそれだけでもね多分 S がねゆっくり巻いても描けるようになるんじゃないかなっていうことを思って、今回はね注意していきます。ではねやっていきます。まあこのチューンね、まあやってね、もしよかったら皆さんにおすすめしていきたいんで、まあ皆さんが入手しやすかった家にありそうなもの、まあ例えばこういうヤスリとかで削れるか試してみようと思います。あーやっちゃったやっちゃったよこの人。あ、意外にも、ね、簡単にね削れてますね。じゃあこれでいいのかもしれないな。まあ、100万程度の、まあ、耐水ペーパー、まあ、普通の布ペーパーでもいいと思いますけど、まあ、耐水ペーパーって本当はね水つけてやるもんですからね。意外と簡単に削れるなぁ。まあ、5ミリ削ろうと思ったら時間はかかるものの、こちらで、簡単にね、削れました。これでいいかもしれないです。てか、これでやるのが一番安全だと思います。他にはまあ皆さんの家にありそうなものといえば、彫刻刀でしょうか。うん、簡単に削れますね。
正直ルーターで削るつもりだったんですけどね、思ったより柔らかいです。彫刻刀で粗削りして、こちらのペーパーでね、整えようかなと思います。じゃあね、引き続きやっていきます。もうね、ガイドラインとかつけないです。もうフィーリング、雰囲気。どの道ね、多分調整することになるんで。柔らけー。でけえけ、すげえ硬いかと思っとった。柔らけ。めっちゃ簡単にいけるよ、これ。彫刻刀で。ペーパーで。うわ、おお、滑るこっちに側にもマスキングテープしとけって感じですよね。マスキングテープして、どこ削るか、削ぎ落とすかっていう。そうするとでも、こういうところをね、確認とかしながら、まあ、削り取っていきたいんで、まあこちら側はね、マスキングテープしませんでした。針ついたままだとね、危ないんでね、外してやった方がいいっすよ。僕みたいにね、やってるとね、怪我をする原因です。分かってるならね、外せって感じっすよね。まだまだだな。でもあっという間に削れたな。3ミリぐらい。2ミリぐらいか。まあ、ここの白い、この折り返してある部分の厚みあるの分かります？見えるの。ここの折り返しのなんか厚み分かりますか？もうないですからね、ここ。まあ折り返してるねわけじゃなく、カットの仕方で多分ああいう風に見えてるだけなんですけど、わかりますかね。もう 2,3 ミリ削っただけでだいぶ違いますよ。これとこれですからね。ここの隙間の幅が全然違うの分かりますか。いや、これはまあでも映像でわかりにくいな、映像じゃまあこれはね、まあ、大変な作業ではないですよ。まあ、ルーターを使えばね、一瞬ですよ、これ。でも、まあ、様子を見ながらやっていきたいから、まあ、のんびりやっていこうかなっていうことで、まあ、このままね、まあ、彫刻刀を使ってやっていきますよ。ちょっと何分ぐらいでできるかね。ちょっと見ておきましょうかね。こうやってね、まあ、削ってる動画ずーっとね、流してても面白くないと思うんで、時を飛ばします。半分ね、削ってみました。すごいね、違いがわかると思います。どうでしょうか。ゴミはね、削ったんじゃないでしょうか。こちらがね、通常の状態。こんなにね、折れ曲がることができます。まあ、9がね、90度曲がることを考えると、まあ、これでもあまり曲がらないけど、45度に近くあったと思うんで、まあ、元のね、これと比べたらもう歴然の差なんで、すごいね、期待してます。まあ、これだけ大きいと、さすがにね、どのような動きをするかわからないけど、まあ、イメージ的には、ね、9に寄せていくっていう形で、まあ、チューンしてるわけですよ。まあ、僕はビッグベイト。まあ、こちらジャイアントベイトですけど、まあ、9はマグナムベイトですけど、そのような大きさでも、僕はね、フィネスだと思ってるんで、フィネス的なアプローチが必要になってくるのがビッグベイトだと思うんで、しかも大きければ大きいほどそうなってくると思うんで、まあ、トレスラインだったり、アクションだったり、まあいろいろあると思うんですよ。だからこそ手数を多くするためにはやはりね、ジョイントの可動域を上げるっていうのが僕には必要だったかなと。僕がクラッシュ9を好んでいて、まあこだわってクラッシュ9だけしか使ってない今、まあボリュームが欲しいから、まあタイにじゃあ僕の中ではダメなわけで、ノイケでもですよ。ノイケにこだわってるわけですが、僕はノイケの60を釣るっていうのがね、僕のこだわりですから。今年は2キャッチできましたが、しかもその9でできたわけですが、まあその9の可動域が大きいことによって手数が出せるわけで、この冬になって、まあ寒くなっていくと、よりね、そういう手数がないと厳しいっていう、スローに負けないと厳しいってことで、可動域をね、広くすることで、まあスローにより負けるんで、まあ9ほどではないですが、まあ45度しっかり曲がるようにはなったんで、これで、まあ、実際投げてみないとわからないんで、まあ、フィールドに行って投げて巻いてみないと、どのようになったかわからないし、どのようになるかはわからないし、まあ、そこでね、その後にまた結果を見て、また次の手を考えるようになると思うんですけど、これで一発でうまくいけばね、いいんですけど、まあ、冬においては、まあ、ゆっくり巻いてきて、止めて、
まあ、Twitch したりして、もうサスペンドシャット。この大きさですけど、皆さん、よくやる、サスペンドシャットの次をこれでやるっていうことになるんで、僕は。そうなった時に、ナインのような動きを出せないときついかなっていう、まあ僕の中の出した答え。やっぱり誰かのものを真似するっていうのはまあ難しいと思うんですよ。人間癖もあるし、マックスピードも違うし、タックルも違えば全部変わってくるんで、自分のね、今持ってある、まあ道具と自分の癖と自分のまあ性格だったりとか、まあ全てを含めた上で自分の性格を導き出さないと、本当の聴覚には繋がらないと思うんで、まあこうやって僕が話してるのも今回ね、参考になればいいかなと、お役に立てればいいかなって出してますけど、多分おそらく真似しただけだと、まあうまくいかないかもしれないっていうところなんですけど、そこからさらに自分で試行錯誤してもらえたらなと思うんですけど、こういう選択もね、あるよっていうのをお見せできたらいいかなと思ってね、動画をね、今撮影しておりますが、まあドキュメンタリーなんで、たどり着くまで何をやったかっていうのを全部記録しておこうと思ってるんで、それをね、みんなに見てもらいたいかなと。ある程度一通り釣りをね、やって、まあ、ブラックバスだけでも、まあ、いろいろね、全部一通りの釣りをやってしまうと、次にどこに行くかっていうと、まあ、そこからはね、まあ、趣味を出してきたりとか、まあ、ロマンを求めたりとか、ただ釣るだけじゃないところにね、向かっていくと思うんですけど、その上で、自分の釣りを展開していく上で、まあ、やっぱり参考になるものが欲しかったりするじゃないですか。その参考になれたらなと思うんですよね。まあ、僕もね、今回参考にしたくて、誰かの方を参考にしたくて、まあ、検索したわけですが、尺腕ではね、なかったですからね。まあ、先駆者になろうかなっていうところなんですけど、先駆者にね、なれるのかどうかもわかりませんが、まあ、やって、いきます。ではね、反対側もね、やっていこうと思います。はい、完成しました。左右ね、できました。結構いい感じにね、できたんじゃないかなと思います。すごいね、切れ角、45度ぐらい。どうでしょうか。投げるのが楽しみです。で、反対、最初はね、まあペーパーと、まあ直刀を削ってやったんですけど、まあ30分ぐらいね、かかってしまいました。長い戦いでしたね。でね、さすがにね、まあ、テレビ見ながらゆっくりすればね、できると思うんですよ。YouTube 見ながら。まあ、僕の YouTube 見ながらやってくれればいいと思うんですけど、まあ、それでもね、できるんですけど、まあ、せっかちな僕は、反対はね、こちらのね、ルーター使ってね、カットしました。で、カットしたのはね、こちらです。まあ、5ミリぐらいね、5ミリまで行ってないか。あ、でも5ミリ取るな。5ミリぐらいね、カットしました。これ見て思いました。昔仕事でやってたね、フェンダーのアーチをね、移動させるときにフェンダーのアーチをカットしている作業をね、思い出しました。あれがね、なかなか難しいんですよ。成形するのが。上げようが下げようがね、丸をきれいに作るのが難しいんですよ。このね、尺腕を持ってない人からしたらやってないように見せるように加工したかった。ということで、まあ、こんな感じでね、仕上がりました。まあ、知らない人でね、あれば、加工してるように見えないように、見た目のね、まあ、美しさっていうものも、そこをなわずにね、できたと思うんで、最高だと思います。前から見てもね、まあ、何もしてないように見えるんじゃないかなと。まあ、後ろから見ても、特に、手を加えているようには見えないんじゃないかなと思います。ではね、またこのチューンについてね、報告したいと思います。まあ良くても悪くてもね、報告しますんで。まあ興味のある方はね、チャンネル登録してお待ちしておいていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、別の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。